バツイチリターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。夜中なので一人喋りながら歩いてるというのもちょっと不気味なものですが、購入してみたベホーのウェアラブルカメラ、夜間はどういうふうに撮れるのかということを確認したくてですね、散歩に出かけました。で、こういうふうに一人歩いておるんですけども、あ、前から人が来た、やばいな。とりあえず少し黙ります。なぜか電柱の陰にスマホをいじっている若い女性がいました。こんな時間、今何時ですかね。11時前ですね。で、何でしたっけ、そう、一人暮らしどこに住んでるかっていうと、まあ、そのうち分かっちゃうでしょうけど、鎌倉というところに住んでます。まあ、個人情報をどうのこうのということを気にされる方もいらっしゃるんでしょうけども、私自身はもう、まあ、そこら辺は映ってるんでしょうかね、見えてますかね。明日明後日お祭りです。なんか一人でブツブツ言いながら歩いてっていうの怖いっすね。早くモトグロブを始めてなっていう、今日が金曜日、今撮影が6月の10日金曜日ですから、明日11日土曜日か、12日自体はもうバイクに乗って出かける予定がありますので、元ブログのテストができればまた動画をアップします。あ、それではまた。